それで今申し上げました、この税金を支えるのは産業ですよと、産業ですよと申し上げたので、じゃあ産業がどうなのか、日本人のスウェーデンに対するイメージ、北欧に対するイメージというのはまだ半分ぐらいが農業国家みたいな、もう一つはなんか森だけでシベリアみたいなイメージを持っている方が多いんで、ちょっとここで確認しておきます。産業構造で見ると日本とほとんど同じです。 GNP で見た場合、製造業 20% ですね。日本スウェーデンもだいたい 20% 近く。ノルウェーだけが違うんです。日本ノルウェーというのはあまり製造業というのはないんですよ。石油がありますんでね。まあ建設も同じ、サービスもほとんど同じ。ただ違うのはここですね。この GNP に対するいわゆる貿易依存度、貿易依存度がスウェーデンなり北欧諸国が半分近くです。ところが日本は 12%か13%。だから日本というのは言われるほどいわゆる貿易立国ではないんです。貿易小国、貿易立国というのは北欧諸国です。だからこれは考えてみれば、私たちが貿易立国って思い込んでるのはなぜかといえば、自動車なりで家電なり、そういう私たちに身近な消費財のこういう産業、まあ、これが雇用機会を非常に大きく生み出してるんで、私たちはその産業の動向ばっかり非常に注意、円高だから大変だとか、ところが実際は私たちはそうではない国、そうではない国だということをもう一回認識して、私たちは本来貿易立国ではないんだよ。じゃあここで2つヒントがありますね。貿易立国にするにはどうしたらいいか、もっと言葉をしゃべるようにするとかね、外国と仲良くするとか、もっと現地コインの人を責任を持たすとか、いろんなスウェーデンがやってきている方法があります。もう一つは国内、いわゆる貿易立国じゃないんだから、じゃあ国内産業をどうやって振興していったらいいかという、こっちの方、この二つの両輪を考える、この図は私は示していると思います。ただここで申し上げたいのは、スウェーデンも、いや日本もこの製造業、いわゆる製造業、生産業ですね、ここに覆っているところが非常に大きい国、そういう点では似た国ですよ、工業立国ですよということだけをここで申し上げておきます。それでじゃあ、今度はそれをさせる実際のこの企業ですね、で企業行動になったときに、私なんかやっぱりスウェーデン、私はスウェーデン大使館の科学部という、いわゆるコンサルタントで、そのコンサルタントですから、クライアントがいますんで、そのクライアントの8割は企業です。ですから企業、スウェーデン企業に行ったり来たり、行ったり来たり、向こうからのいろんな問題のために働いてまいりました。ですから、スウェーデン企業というのが、ある意味では、ちょっとはあり方というのを知ってるつもりです。そこで私なりに捉えたスウェーデン企業の特色ですけれど、まあ、日本と企業と違うところもあればダブルところもあります、まあ、特に強調したいのはここに何点か挙げているというところですね。スウェーデン企業の、まあ、特徴の一つ、まあ、個人の独創とチャレンジ精神が非常に大きいというのは、スウェーデンは非常に発明とか発見の多い国です。特に発明ですね。しかもその個人が発明して、それが企業化されて世界のマーケットでまた世界のトップになっているような産業がいろいろ、我々の周り見てもそうです。牛乳パックのテトラパックなんかはそうですね。それから埋もれてますけれど、こういうカメラでも何でもベアリングというのがなければ何も機械というのは動かない。これもスウェーデンの個人が発明したビンクビストという人がこの同軸長針ベアリングというのを発明しまして、それが今世界一の SKF という企業になってますね。テトラパック、これはオーケ・ダウスイングという人が、まあ、彼は個人だけではなくて、その周りの技術者を集めて、一番合理的なパックというのはどういうものかというのを、それで今の、牛乳パックになってますけど、まあ、今、牛乳パックだけじゃなくて、お酒とかジュースとか、いろんなところまで使われてますけれど。まあ、そういうところも、これもやっぱりこういう個人で、それからよく言われることですけれど、電話を発明したのは、電話が今のような私たちに使えるようになったのは、別にグラハム・ベルじゃないんですね、残念ながら。グラハム・ベルは特許を取らなかったんで、これはスウェーデン エリクソンの元になりまして、エリクソン社が、エリクソンが、その、
いわゆる今の卓上電話機、これを作って、それで企業化して、商業化して、それで世の中に売り出した。これが電話機の、あの元ですね。ですからこのエリクソンは今でも世界の電話機、この末端のターミナルでは、携帯電話では失敗しまして、ところが本来の、いわゆる彼らは、いわゆる電話が、電話の世界、昔の電話の世界っていうのは、中継機っていうのは絶対、昔電話交換士がいて、こうやってね、あのプラグを挿したり、あれしたりしてましたけど、あの交換機の世界一の企業、今でもそうです。まあ、それが今、コンピューターに変わっちゃってるから、世界一。それからもう一つは、携帯電話のターミナルでは失敗したけれど、あの日本のこの当地の、あの天井を見てみると、アンテナが立ってます。このアンテナってモバイルフォンが、これはスマートフォンであれ、いわゆる旧来型の電子機、あの携帯電話であれ、みんなこのアンテナがなければ、また中継機がなければ、あの携帯電話は使えないです。この中継機の世界のトップ、エリクソンですね。まあ、それ、これを生み出した。それからまあ身近ではね、このファスナーだとか、電気冷蔵庫もそうですよ。これもスウェーデン人の発明で、あの真空掃除機もそうですよ。それから車のシートベルトもそうですよ。ちょっとあの船に乗っかれば灯台が見えますね。あの灯台もスウェーデンの発明ですよ。それからまあここでスカイプを使えば、スカイプもね、スウェーデンの発明です。あなたたちの家に帰れば道具箱の中にスパナーがあるでしょ。あれスパナーもスウェーデン人の発明ですよ、みたいな。まあいろんなものが結構。あの心臓ペースメーカーもそうですね、まあ、こういうように個人が独創して、それが企業化された。でそこにはやっぱりそれを企業化していく、またチャレンジ精神、誰もやってないこと、これがやっぱり特色して挙げられると思います。じゃあ今申し上げましたそのスウェーデン企業の特色、非常にその個人のアイデア、それから個人のクリエイティビティ、そういうことがベースになって発展してきているという企業が非常に多いということを言いましたけれど、やはりスウェーデンの、これは教育システムにも関連することなんですけれど、やっぱりそれを育てる、個人が何か思いついたときに、それを潰すのではなくて、それを育てる社会環境というのがあるなという、またそれがなければ、この独創性というのは育ちませんし、また実を結んでこないと思いますですね。ですからその辺のやっぱり個人の考えを尊重する、逆に言えば個人というのはそれぞれが違って当たり前、違って当たり前だから違った考えを持ってるよという、先ほど申しましたある意味では当然のことなんですけれど、ひるがえって私たちの社会、やっぱり調和を尊重する、和を尊重する私たちの社会はどうも逆ですね。だからこの辺も、まあ、いきなりスウェーデンみたいになることはできないかもしれないですけれど、やっぱり人間はみんな違うんだよ、違う意見があるんだよ、だからそれぞれの考えなり何なりを尊重していきましょうということは、私たちがスウェーデンからもっと取り入れてもいいことではないかなと、またその方が私は自然だと思います。まあ、そんなことで、まあ、税金の元になるこの企業ですね、その企業の元になるこのチャレンジする精神というのは、いろんな形で発表されておりますし、まあ、スウェーデンがトップに上がって、トップにいつも占めてるというのは、こんなところでも示されておりますけれど、これはですね、世界経済フォーラム、革新能力から見ても、それから最新技術の利用度から見ても、スウェーデンはトップですね。ようにまあ、これはこういう比較ですので、それはそれだけの話ですけれど、やっぱりトップであるというのは、私はある意味では素晴らしいことだなと思います。私自身が、まあ、さっき申しました、大使館時代コンサルタントとして30年間スウェーデン企業のサポートをしてまいりましたんで、まあ、いろんな経験がありますけれど、その中でいくつか今申し上げたこと、チャレンジ精神ということをもう少しご紹介したいと思いますけれど、これはですね、スウェードポニックというスウェーデン生まれの会社がありまして、これはヨーテボリ生まれです。これは野菜工場、日本で野菜工場または植物工場なんですが、ハーブ工場、まあ、ハーブを主に作ってる、
からウルフ・ヨンソンというウプサラ大学、ウプサラ農業大学の先生がずっと植物生理を研究してましてですね、その植物生理を研究する中でこれが工場として野菜に応用できるんではないか、これもその個人のアイデアですね。ゴイディスエデポニックという会社を立ち上げました。これはスウェーデンのスウェーデンと、ポニックというのはハイドロポニック、水耕栽培で、これがどこが違うかというと、植物生理が元になっているので、まず植物自体が基本です。それからもう一つはハードウェアとして、植物の生育に従って、これがどんどん向こうからですね、この一番端から手前にコンベアで動いてくるって、毎日毎日大きくなればなるほど、で一番こっちの手前に来て、一番大体35日から40日ぐらいで収穫、例えばハーブ、レタスの場合でもそうですし、パセリでもそうですし、それからコリアンダーでもそうですし、それから一番ここにあるのは、これはミントですか、ミントなんかは30日です。一番手前で刈ると、そうその動く。でこれでいいのは、これは太陽光を使ってるんですね、決して人工光だけではない。だからコンベアの技術と、それから植物生理、だから植物生理で、ここで面白いのは、これを日本に私持ち込む仕事をしまして、今この工場が一つ九州の大分の近く、やる武田の近くですけどね、九十町という、久しく住むという工場の月の近くの武田市のから車で10分ぐらいのところに工場が稼働してます。98年に稼働を始めまして、でこの広さ、日本に持ち込んだこの広さは3000坪、1万平米です。でスウェーデンの第一号工場は今2万4000平米、バカでかいです。でヨーロッパのこういうパセリとか、こういうハーブ類の工場、生産は全部今これです。ヨーロッパはこれ以外のものはないですね。どこのスーパーに行ってもこのもの。ただイタリーだけがちょっと違って、イタリーは野菜マフィアというのがあって、あそこには入れないんですよ。イタリアを除いた、もうポーランドもあらゆる国がこれを取り入れてます。で日本に持ち込んで、これは98年で私たちの最初の目論みとしては、これ10工場を日本に作ろうとしたんですけれど、これができない。これを持ち込む時にも非常に苦労しました。で私がもう、私も大会社の社長さんはじめ、スウェーデンのそのイエテボリのこの第一号工場に200人以上ご案内しましたでしょうか。そのご案内する中で、皆さん熱心に見学されるんです。ところが部長さんなり、なんか何人かでいらっしゃると、必ずそのチェック係がいて、チェックリストを持ってましてですね、このイエテボリの工場を見て、これもちなみに新商社が8割働いてる工場なんですよ。チェックリストでチェックする、これダメこれダメこれダメ、欠点ばっかり。そうすると結果総合点でダメになる。そうするとそこの社長さんはそれで判断するんですね。で逆にその200人以上の日本の方をご案内すると同時に、スウェーデン日本の企業にも、河野社長ウルフ・ヨンソンと、それから弟のビョルン・ヨンソンというのがいまして、2人でもう何十箇所という日本の会社を売り込みに回りました。結果的に話はあれですけど、最終的にはダメ、新しいものを取らないんです。でその時スウェーデン人が言ったのが、日本人はリスクを取らないねっていう、言葉は私今でも耳にこびりついてますね。本当にリスクを取らない、欠点ばっかり。それで彼らに限らず、何か新しいものを作るときには、まだこれは第一号第二号工場、まだ洋卵期にある、新しい、いろんな問題があって当たり前です。だからそれをね、どんどんやりながら解決していくのが、これが企業の役割であって、最初からパーフェクトなものはありえないだろう。だからこれ九州にこれを導入した時もそうです。これを建てるのに結局どこも引き受けてくれないんで、私が日本政策投資銀行に掛け合って2億円金出してもらったんですよ。まあそれがあったんでできたんですけどね。その時にやっぱりこういう国庫補助があると、いろいろ
規格があって、本当は柱が10センチで済むのに、その規格のために30センチにしなくちゃいけない。ホースを斜めに、ケーブルを斜めにすればケーブルが節約できるのに、規格があるためにわざわざヘリを通さなくちゃいけない。ボイラーの大きさがここまでじゃなくて、もう規制だらけで、これで予算の3倍になりましたね。まあそれはそれですけれど、ここで面白かったのは、その時に当然日本の空調屋っていうか、この建設業者を使わざるを得ないんです。技術はスウェーデンですけれど、日本の政府開発投資銀行の補助が出てますんで、その時に日本の空調屋さんを使うと、日本の空調屋さんまあ名前を伏せましょう、大手です。自分たちの経験で日本では何百棟というこういう経験を持ってるから、こうしなさいということを譲らない、それが空調だったんです。でスウェーデン側が言うには、空調は必要ない、日本側は必要だ、なぜ必要か、日本は高温多湿だからと、スウェーデンは高温多湿などういう意味って言うんですと、日本は答えられない。イメージなんですね、温室の中は高温多湿だろう。たらスウェーデンがここの家を、あの大分の気象台からデータを取り寄せて、高温多湿データを全部調べたんです。そう、高温多湿って一言で言いますけど、高温多湿ってのは現実には存在しない。高温の被害は意外と湿度低いんですよ。湿度が高い時は高温でないっていうのがそのデータで分かる。それともう一つ、ここで使っているのは、その当然こう温度を下げるのに必要、あの下げることはそれは空調でなくても必要なんです。で彼らが使っているのはミスト、今どっかでも出てきましたね、細かいね、こういうスプレーがありましてね、それでスプレーをすると温度が下がるんですよ。これが彼らの。ところが日本の空調屋さんそれ気に入らない。でも結果的にそれはあの空調は入れなかった。それともう一つ、ここでこれチャルマース工科大学が使った発明した特殊なランプを使ってます。このランプを使うことによって、スウェーデンじゃないこういう野菜の成長を、まあ、温室ですからコントロールするんですね。とその時にこの工場長だった人、日本の人を雇ったんですけれど、電力を節約するためにランプを節約するために消しちゃうんですよね、ランプを適当に自分の感覚で。とスウェーデンのそのこの生育の担当者が、ミスター誰誰、お前ね、まだ植物はね、植物にとっては昼間なんだよ、植物にとっては夜なんだよ、人間の体で判断するなっていう、まあこんなことですから、その学問とそれからそのリスクと、まあこれをこの日本にこういう工場、スウェーデン式の工場を建てるときに、私は現実的に随分ここでは学ばせてもらいましたですね。やっぱりこのリスクを取る、このウルフ・ヨンソンとビオルン・ヨンソンが日本にいろんな工場を回っても、私もずっと一緒にくっついて歩きましたけれど、あの時に、日本人はリスクを取らないね、俺たちはこの2人でね、これがうまくいかなくて2人で線路のそばに立ったこともあると、電車を待っててね、それに飛び込もうと思った2人で、そういう瞬間もあるんだよっていうのをボソボソっていうようなね、まあ一つのエピソードですけれど、やっぱりこのリスクを取るということは、企業を発展する上での大きな、他の企業を見ててもそうですね、イケアが日本に進出してようやく、私の経験では2番目って言ってますけれど、私ずっとイケアを追っかけて調査報告も作ったことがありますので、実際は4回目なんですよ。3回失敗して4回目でようやくあそこ幕張で、まあ、今回は成功したかしないか、まあ、これからでしょうけれど、ともかくもう4年経ちますか、もう6号店が出ようとしますけれど、 H&M もそうですしね、それから今日本には120社スウェーデンの企業が日本にあります。
ぱりスウェーデンというああいう人口900万1000万の国がから120社日本に出てきてるっていうのは、逆に考えれば日本の企業は半分です。やっぱり彼らはある意味ではそういう未知のこういうマーケットに対して、もちろん日本のマーケットが大きいということもありますけれど、やっぱりそういうリスクを負ってきてるなっていうのも、これも一つの証拠なんじゃないでしょうか。ですからまあそういうことでスウェーデンの企業を見てみますと、ここにまあスウェーデンのいろんな企業、これ全部ある意味では産業界の方はほとんどご存知だと思います。ABB、 昔のアセアですね。これも面白い会社で、これまたさっきの原子力の話になりますけれど、日本の原子力と去年の 3.1 とスウェーデンが 3.11 のあと世論が全然動かなかったっていうのも、また別のファクターは私は思うんですけれど、というのはスウェーデンのリアクターは自家製なんです。日本のリアクターはご存知のようにウェスティングハウスと GE ですね。やっぱりよその技術を持ってきたものと自分のところで作った、自分のところで作ったっていうのは、この ABB の技術者、まあ、アセアトームの技術者と KTH というロイヤルインスティテュートオブテクノロジー、そこの先生たちが一緒になって作り上げたものです。ですからこの 3.11 なんか特区の前に日本とスウェーデンの原子力お互いの情報交換の協定がありましてですね、そこで人を行き来 してたんですけれど、その時からもスウェーデンは言ってましたね。スウェーデンがスウェーデンの原子力の稼働率と、それから日本の原子力の稼働率、スウェーデンの原子力の稼働率は圧倒的に高いんです。 90% 以上、日本はね 90% になかなかいかないんですよ。それともう一つ、スウェーデン、これは今でも忘れて、スウェーデンの原子力の一番の長と日本の原子力の一番の長、まあその時は科学技術省だった、このミーティングがありまして、私がアレンジして、それで、で日本のその長の方の中に盛んに出てくる男があるんです。日本の原発は絶対安全だから、絶対安全だからと、スウェーデンのその原子力の長、まあ二人で車で帰るとき、タクシーで帰るとき、砂が、彼はね、絶対絶対って言うけど、人間がやることに絶対っていうのはありえないんだよ、彼はバカかっていう、バカかっていう、穏やかな人ですけど、バカかっていう言葉を使ったのが私は非常に印象に残ってます。絶対っていうのはありえない、絶対っていうのはありえないっていうのは、やっぱり自分たちがその技術を作ってるし、自分たちの自家製のものですね、借り物ではない、よそからライセンスであれしてきた。だから去年、ね、3.11 の後3日後ですか、原発あの第一あれが爆発しましたよね。あの時日本人に手に負えなかった、すぐ GE から人を呼んだ、まあ常駐してますけどね。そういうようにやっぱり技術というのは作った人が一番よく知ってる、やっぱりそれがね、よそ者の対応、何かの時に対応できないっていうのは、これは他のことでも言えると思いますけれどね。やっぱりこの辺、これ後で申しますけれど、やっぱり産業の基盤に学問的な基盤があるかどうか、さっきのスウェードポニックと野菜工場もそうです。植物生理学者が作ってるから、植物のことを中心に考える。原発だったらそれを作ったエンジニアが、設計者が考える。設計、基本的な設計を知らなければ物をこう、特にこういう機械というのは扱えない。だからよく大前さんなんかは最近言いますよね、いろんな自己調査報告が出てる。でもどの自己調査報告を見ても、設計の問題をついている自己調査報告が一つもないっていう、これが一番の大きな欠点だった。私その通りだと思うんですよ。さすがお前さん。でもそのお前さんのようなコメントが出てこない。やっぱり設計者が一番よく知ってる、設計者を取り入れるっていう、メンテナンスに何しろ、この辺やっぱりスウェーデン、まあ ABB の話が長くなっちゃいましたけれど、まあ一つの象徴ですね、の ABB。 つまり今充電メーカーという、充電器メーカーとして世界でもあの大手の一角ですよね。アガ、これはまあ酸素とか水素とか、それからさっき言いました東大っていうのは、東京大学じゃなくて、いや、ライトハウス、船の安全を守るライトハウスの発明はこのアガですよね。それからアクゾ、まあこの辺はちょっと あと皆さんに、アストラゼネカ、これは今皆さんあの薬品業界の方はいわゆるイレッサという肺がんのあれで訴訟問題で決着つきましたけれど、やっぱり元のあのファルマシアですよね。ファルマシアというのは薬品メーカーよりも分離機器でね、日本の科学者だ、ケミカルのラボラトリーにいた方は全部お世話になったと。電気映像だとかね、この分析装置は
かなりそのファルマシアの装置にお世話になってきていると思います。それからアトラスコプコ、コンプレッサーで世界一ですよね。特に製薬白状コンプレッサーですとかですね、建築用のコンプレッサー、まあ、小松製作所と一生懸命戦ってますけれど、まあ世界のこのコンプレッサーのやっぱりこれも自分のところの自前ですね。それからオートリブ、これはさっき申しました我々が使っている車のシートベルト、シートベルトっていうのは、なんとかボリーンというボルボのエンジニアが発明したもので、それを我々が使っているわけです。その会社ですね、そういうシートベルトの会社、まあ、この辺を除いてエレクトロラックス、さっき言いました、これもさっき言いましたけれど、電気冷蔵庫、電気掃除機、それから洗濯機、こういう白物家電では世界のトップメーカーです。トップメーカー、まあ個人のスタートは個人の、ですから我々もね、で電気掃除機なんかになると、特にやっぱり電気掃除機高い、真空掃除機高いですよね、エレクトロラックス。でも、掃除機はエレクトロラックスじゃなければダメなんていう日本のマニアの方もいらっしゃいますけども、ね、ようやく三越で売り出しましたね。それからエリクソン、さっき申しました電話のこの中継機では世界のトップです。生地携帯に、ね、端末に5、6年前ですから10年前かな進出しようとして、ノキアは成功したけれどエリクソンはダメになっちゃう。でも早々と手を引いたのはいいと思います。でも中継機ではトップです。ギャンブロ、これも世界的な企業ですよね。これ人工腎臓、いわゆる人工腎臓のこの人工腎臓では世界のトップメーカーです。それから H&M、 これは言うまでもないでしょう。それから IKEA、 これも言うまでもないでしょう。あとこの中で特に強調してきたこのサンドビッグですね。サンドビッグというのは、まあ、特殊鋼、特殊鋼といえば日本は鉄鋼国、スウェーデンであるこの一般の製鉄業は日本なり韓国なりに負けて今は工場はありませんけれど、この特殊鋼の分野、例えば日本のスケーターがいますけれど、あの人たちが使うあのスケート靴にブレードがありますね。このブレード、あの刃が命綱なんですよね。あの一番刃の先端はこれです、サンドビッグ。いかにいい鉄でもそこのところは日本はまだ作れない。これサンドビッグとのすごい、そういう特殊鋼の世界。今回ね、東北に工場があって地震でやられて随分復興に貢献してますね。それからスカニア、これはトラックのメーカーでね、サーブスカニア、もともと航空機のメーカーだったんですけど、今トラックの方で日産と提携しましたね。それからスコンスカー、これ SKF、 やっぱりこれなんかもスウェーデンを代表する世界一の企業といえばベアリングです。どこにもコンピューターでもカメラでもベアリングがなければ機械はどんな機械も動きはしない。このボールベアリング、こんなちっちゃいものから、まあ日本製鋼が生産高、 NSK 日本製鋼が生産高ではね、一時追い抜いて突発的に追い抜くことがありますけれど、売り上げだけが圧倒的に SKF です。 SKF のベアリング、これもさ個人がスタートした会社ですよね。それからスウェーデッシュマッチ、まあ、この辺はあれですね、テトラパック、さっきオーケーラウシングがこのパッケージの、これがパッケージ、今まで丸い容器だったのが、これが四角い、いわゆる彼らの言うブリックスというレンガ型のもとにしたことによってものすごい運びやすくなった。だからスーパーマーケットとかその後のコンビニとか、その流通革命のやっぱり支えたのはこのテトラパックのこのパッケージングのこの包装容器の改革があったからだと思いますね。それからバッテンファルという、ここにあるこれスウェーデンの国営電力会社、東電みたいなもんです。なんで国際競争力になってるか、ドイツの電力の元です、バッテンファル。だから今ヨーロッパの会社なんですよ、スウェーデンの。だからこういう時にもやっぱり例えばメルケルさんが原子力をやめようって即宣言した。やっぱりそのドイツの電力需要を考えないと、私たちは単にね原発ダメとかいいとかっていう話になっちゃうけれど、じゃあドイツ の, 原あの電力の供給源、このバッテンファルという電力会社が経営してて、しかもそれ送電線が彼らお互い相互乗り入れですけどね、
よそから買うこともできれば売ることもできる。ヨーロッパ全体のやっぱりで、だからフランスが原発全然やっぱり売るがない、揺るがないっていうのもそういう背景があるし、まあそういう電力ですから、スウェーデンは今国営です、電力が。だから原発、スウェーデン10基ある原発はみんなバッテンファルですね。それからボルボ、まあこれ今でもなく、あの中国の資本が入って、なんかスウェーデンの企業じゃないみたいに言われてますけど、生産は相変わらずスウェーデンの工場でもとか、ベルギーの工場でもやってますし、ボルボっていうのは、私もこれ、最近また買おうかなと思ったけど、やめました。それでもう一つ、さっき、今私が申し上げてるっていうのは、これは税金の元になる企業、税金の元は企業ですよということで、こんなに企業の役割というのを、企業ということを言い続けているにすぎません。ですから企業がなければ税金がないという、まさにこの点なんです。じゃあその企業の存続のために、これはある意味では私たちがいろいろ企業のスキャンダルを見聞きする上で、やっぱり一つ、もちろんスウェーデンの企業にスキャンダルがないということは私はもう言うつもりは毛頭ありません。ただそこの公約数として、最大公約数として、彼らが今申し上げました、ご紹介したこういう国際的な活動をしている、また日本に120社企業が出てきている、当然中国にも出ていけばインドにも出て、世界中に国際的な活動をして、じゃあそこで貫いているスウェーデン企業の一種の何というか理念というのか、これが非常にはっきりしています。これは私がもう30年間スウェーデンの企業のコンサルタントをやってきて、これだけは間違いなく言えるんですけれど、まず、まあ、違うなというか度合いが強いなというのは、スウェーデンの企業というのは地球環境意識、地球環境意識でこれが徹底して、極端じゃなくて、スウェーデンのトップマネジメントで地球環境ということに対して自分の意見を持って、または自分の、彼ら CCC というんですね、コンバットクライメートチェンジです。この CCC に対する自分の理念を持ってない、または持ってない企業というのはスウェーデンではありえません。やっていけない。これはスウェーデン、企業人に限らない。スウェーデンの政治家みんなそうです。地方でも、さっき言った国会レベル、中央レベルでも、ランスティング県レベルでも、コミューン市町村レベルでも、この議員たるもの、またはそこのリーダーたるもの、この地球環境に対する自分のビュー、またはその政党、これ地球環境に対するやり方なり、具体的なそのシナリオを持ってない政党というのはスウェーデンはありえない。またそういうのは投票一票も票が集められません。まず基本ですね。それからこの社会への参画、まあ、これがこの CSR といういわゆるコーポレートソーシャルレスポンシビリティ、いわゆる企業の社会的責任ですね。この企業の社会的責任というのは時々日本でも日本の企業の人も言います。経団連の米倉会長なんかも言います。ただそれがどっか遠い国の話みたい、一言みたい。彼らはこの CSR というのがなければ、地球環境と CSR という理念を言わなければ、企業としてなり得ないというのが彼らのやっぱりベース。じゃあその CSR というのは、これ別にポッと生まれたあれじゃなくて、さっき言いました国際規約なんですね。スウェーデンは国際的に決まったことは守りますよって、それをベースにしてますよって、これがあらゆるところで見られる国なんですけれど、 CSR もそうなんです。おととしか先ほどしかな、ISO インターナショナルスタンダードオーガナイゼーションで決まった。そこでこういうように企業の社会的責任っていうのが全員で決めたんですね。これから企業のこういうことを規範として動いていかなければ企業というのは存続できない。それをスウェーデンは忠実に守ってるから、その通り企業はそのように動くわけ。そのベースになるのが、またこれ出てきました、人権と平等です。むしろそこの ISO の会議で主導を取ったのがスウェーデンなのかもしれません。
それから公正な労働条件、まあ、この辺当たり前ですね。それから消費者のベネフィット、まあ、この辺当たり前かわからないですけれど、この社会の開発課題への取り組みということで、CSR というのはお題目だけじゃなくて、法的な責任があり、経済的な責任があり、倫理的な責任があり、社会貢献的な責任、この4つの責任を果たして初めて企業ですよ。こういうところがあって初めてさっきの税金ということが乗っかってくるわけです。税金というのはこの社会的責任、税金の払える企業であり、税金が払える従業員を雇う、または従業員に税金が払われるようにするという、こういう経済的責任、社会的責任、まあこれは法的責任、倫理的責任、みんなこれですよね。こういうところで税金のバックアップがある。ところがこの辺が私たちの企業を見たときに、じゃあこの辺が4つがきっちりあるか、じゃあそれが税金ということにあるか、日本の企業のトップの方に、あなたの社会的責任ないんですか、税金を払うことですなんて、まあおそらく言わないんじゃないんでしょうか。ね、皆さんに、消費者に、日本の企業の方っていうのは消費者、消費者って言うんですよ。消費、お客様の満足、お客様の満足。でもお客様の満足っていうのは、それはその一部分であって、一番この社会的、この責任ですね。この辺がやっぱり企業が守るべき CSR っていうのはまさにここにあるな。この辺は残念ながら私たちはまだこの企業レベルということで、経団連なんかもこの辺が、もちろんそういうコミッティはありますよ。コミッティがあって、なんとか、ね、言葉は残ってるけれど、実際にこういうあれが薄いなっていうのは私の実感です。この辺も面白いですね。またこういう、これは世界経済フォーラムの取ったデータサーベイなんですけどね、倫理性と環境意識、こういうのまたランキングを作ってます。金融倫理行動、スウェーデントップですよ。環境パフォーマンス、スウェーデン世界で4番目ですね。こういうランキングには日本は出てこないんですよね。まあ、こういうのをね、私も分かります。日本人として日本の一つのメンタリティとで、数字はこうですよ、ランキングでこうですよって、こういう突きつけ方をされるのが日本人はメンタリティで嫌いなんですよ。いやそれはそれ、ほっといてくれみたいなところがあってね。でもやっぱり事実にはどっかね、私たち目を向けることが必要なんじゃないか。特にこのランキングはね、ランキングを出すと必ずお役人なんかはね、それはね、必ず反論、彼ら頭いいしデータ持ってるから反論があるんですよ。これ後で出ます。日本の教育投資なんかでもね、いや日本はそうじゃない、もっと投資してるよみたいなデータを必ず出してきます。でもそういうのマクロで捉えてね、倫理性と環境意識、やっぱりこういうところで少なくともじゃあトップにはとは言わないけれど、少なくとも10位にぐらいに入ってほしいですよね。じゃあ今申しました、じゃあ企業の話はここまでして、じゃあ企業を支える、企業というのはこれは器です。中にある入れ物というのは、人は石垣じゃないですけれど、やっぱり人ですね。人がなければ、これは当然スウェーデン。じゃあその人、人材、企業を栄えるのは人材、人です。働いている人たち。じゃあその人材を生み出すのは何かあったら教育です。だから教育に対して、どういうようにその国の違いがあるかというのを示したのが、この教育の投資。何回も言いますけれど、お金を使わ、ともかくお金を使わなければ物事は成り立たないというのが、スウェーデンの非常にある意味では分かりやすい姿勢だなと思います。私たちはどっかね、こうお金を使わなくてもできるんじゃないかというところがあるけれど、そうではない。じゃあその教育投資を見たときに、まあ一般的な教育で投資ですね、GDP に対する。スウェーデンなりノルウェー、まあ、スウェーデン世界でこの GDP31 カ国の中で3番目です。GDP の 6% を使っている。日本は 3% しかない。半分しか使ってないんです。だから31カ国の OECD31 カ国の中で日本は最低の国ですよ。まずこれが事実。それからじゃあ今度は、まさに企業の人材の供給源である大学の投資にどれだけしているか。スウェーデン世界の4番目、1.4% を使っています。日本は 0.5% しか使ってない。その代わり、まあ企業がなんとかカバーしてるんで、表面的には研究開発とかその辺はそこそこにいってると思いますけれど、まず基本的に違う。私たちはお金を使ってない。これを認識することが大事。ところがさっき言いましたように、これは日本の文部省のお役人、この数字に対しては必ず反論が出ます。でも反論ではなくて、まずこれを見て、
その反論する前に、まあ、そういう数字の捉え方もあるんだと、じゃあこれをもっとお金を使えばこうなるんだという、そっちの方の思考をすることの方が、言い訳をするより私は健全ではないかなと思いますね。ともかく教育にお金を使う、あまりにも私たちは使わなすすぎる。ともかくこの31カ国の中で29番目とか30番目ですよ。かたや3番目とか4番目の国があるのに、まずこの辺私たちもうちょっと真剣に考えましょうよと言いたくなりますよね。それでじゃあそのスウェーデンの教育を見たときに、これまた非常に特色があるのが、さっきちょっと申しましたけれど、教育と言ったときに私たちはすぐ学校のことを思い浮かべます。ところがスウェーデンで教育と言ったときには、生まれた時から死ぬまでの生涯教育というのを、これを彼らはイメージします。これがまず基本的に違うこと。人間は生まれてから死ぬまで全て教育が必要だし、教育を受ける権利があるし、教育を受けたいという、学びたいというデザイアーがある。デザイアーがあるというか、これもある意味別の意味では自己実現ですよね。自己実現のチャンスがある。じゃあ自己実現するためにこの時に年齢は関係ない、いわゆる教育機関、学校の大学とか中学とか高校とかいう、そういう教育ではないんだということが、まずスウェーデンの教育システムの根底にあるということを私たちは認識したいと思います。じゃあそのためにそれを支えるシステムがどうなっているかというのを、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね、ここで言いたいのは、まあ、これプリスクールという、いわゆる就学前、学校に義務教育の小学校に入る前のいわゆるプリスクールです。就学前教育です。で、就学前教育から、ここにもいくつか種類がありましてね、ここでスウェーデンのその1歳から、それから小学校に入るまでの6歳か7歳の子どもたちは、ほぼ 100% どこかのこの、プリスクールに入ります。またはその施設に入ります。それで今度は小学校に入りますね。小学校で、ここでも、まあ、サーメのための学校とか、身体障害者のための学校とか、まあ、いろいろあるんですけれど、まあ、これがいわゆる私たちがイメージに描く、いわゆるオーソドックスな教育路線ですね。中学、小学校があって、中学校があって、それから大学があって、大学院があると。ところがスウェーデン面白いに、ここにもう一つこういうブロックがある。横道があるんですね。こちらがこのオーソドックスな方に行かなかった人、また嫌になっちゃった、他のことをもうちょっとやりたい、例えば日本文学がやりたい、でもここで大学でやってくれない、でもここにはあるよ、職業教育あり、趣味の教育あり、いわゆるそういう他の補完的な教育のものを持ってるのがここなんです。でスウェーデンで大体大学は入るのはまあ18、まあ、正式には18ですけれど、入る人も入らない人も、その後どっか外国に旅行行って大学に帰ってきて20歳で入ったり、それで大学の間にこっちの、じゃあ俺はもうちょっとねこっちの方でね趣味のことをやってみたいなんていうのを、でもやっぱり学問をもうちょっときっちりやりたいなんて、またここへ戻ったり、この行き来ができる。ですからスウェーデンの大学の卒業生というのは、まあ、それは正式に我々が日本でいうような22とか23歳とかそういう連中もいますけれど、でもそうだけじゃなくて26で出たり28で出たり30、まあ30、大体30前ですね、卒業生っていうのは大体30前まで、だから28、29で卒業しても別に不思議じゃない。その代わり逆にその間にキャリアを積んだとか経験を積んだとか、こういうところの一つゆとりというか、だからゆとりの教育というのは何も小学生にね遊びの時間を与えることじゃないんですよ。やっぱり社会でそういう選択肢があって、その選択肢が自分のライフプランのどこに後で当てはまるかも分からないし、最初に当てはまるかも分からないけれど、そういう選択肢があるということがやっぱりゆとりのある社会で、教育がまずそういうゆとりになる社会である。日本でよく言いますよね、塾がこんなにある、で今塾産業というのがだんだん衰退に向かってきちゃってる。でもね、塾の経営者が月収600万とか700万取ってる、これも
スウェーデンから見ればなんかちょっと異常ですよね。結局600万700万の月収を得るということは子どもたちから搾取してるわけですよね。で子どもたちがそれは払うのは親でしょうけれど、でも実際はそれ子どもたちのためなんだから子どもたちとからの搾取をするそういう痛みというのはないのか。じゃあ私たちはなぜそれができないか。一つはさっき言ったスウェーデンの半分しか教育に投資してない、こちらです。こちらは全部これそれは当然あの材料費とかなどお金かかるクラスもありますよ。でも基本的にはこれは税金です。そのあの彼ら国民高等学校とか公民大学というシステムもありますし、それから成人教育の学校もあればいろんな形の、まあ、ここでラーニングディサビリティですね、それからアダルトエデュケーションとかね、ベーシックアダルトエデュケーションとかいろんな種類のものがあるけど、ともかくこういう選択肢があってこういう横道があるという、こちらに金を使ってる、これにも税金を使ってるというところで、やっぱりその選択肢を得るためにはやっぱりそれだけのまずシステムを作らなければいけない。システムを作るのは税金だと。当然そこでは教育投資が高くなるし教育に対する税金も高くなりますよね。やっぱりこの辺がやっぱりお金を使うということのの意義というかその意味を考えなければいけないと思います。で私がスウェーデン社会を40何年間ずっとコミットしてきて一番あの強調したいことの一つがこれなんです。というのは今の教育システムの中でスウェーデンの教育というのは障害教育ですよと申し上げましたけれど、この障害教育のスタートいわゆるプリスクールと就学前教育、就学前教育というのはまあ、1歳生まれてから生まれて1歳まで1歳まではこれは学校に帰る。なぜかというとその親子どもあの1歳までは両親保険という480日の育児休暇が父親なり母親なりが取れるんで、そこでともかく生活がカバーできます。でカバーできるところが1歳になってそれができなくなって、今度はこれが社会のもの。まずここでスウェーデンでは子供というのは生まれた子供というのは両親のものではないです。もう生まれた瞬間から社会のもの、さっき申しました生まれた時から背番号、出生届や税務署ですよ、背番号が得られますよねって言いましたけれど、これはもう社会のものなんです。社会的存在なんですね。社会的な存在の中でじゃあ1歳になった、じゃあ小学校に入るまで両親保険、両親はほとんどが働いてますから子どもの面倒を見られない。社会のものだから社会が面倒を見るわけです。社会が面倒を見るということは社会がそのシステムを作り上げている。そのシステムというのがここに挙げているプリスクールです。就学前スクールです。これ今本でも議論が起こっている幼稚園と保育園を一体化するとかしないとか、まあ、この間ね民主党がこれ一体化するための法案をあれでも結局はできなかったですね。まだまだそこまで成熟してないんでしょう。ところがスウェーデンはこの保育という部分を教育に含めました。ですから教育省、まあ、それを実行する教育庁、初等教育庁と高等教育庁とエージェンシーで2つに分かれてますけれど、この初等教育庁の方が保育の部分まで受けたんです。これは税金でそこまでやるよ、教育予算でやるよっていう、だから一本化されました。これがスウェーデンのプリスクール。だからプリスクール、種別で言いますと11種類ぐらい施設がありましてですね、それは親の事情によって午前中だけ預けるところとか、それから幼稚園みたいに学校の一教室を借りて幼稚園みたいな授業をやるところとか、それから近所自分が資格を取ってそれで近所の子どもを世話するところとか、いろんなともかく11種類あればどっかに自分の子供を預けられるわけです。自分が働いているときに、じゃあそこで何をするかって言ったら、これがプルスクールの一番の眼目で、さっきスウェーデンが投票率が高いっていう話をしましたね。まあ 85% から 90% それだけ高いというのは、一つはやっぱりスウェーデンの政治意識が高い、政治に対する関心が強いからです。じゃあ政治に対する関心の強さはどこから生まれるかっていったら、このプリスクールなんですよ。この時代からその政治の仕組み、それは子どもでね、1歳から6歳から7歳ですから、それはそれで子どもたちに対する教え方は違います。ところが政治の仕組み、民主主義の仕組み、それから人権の、人間は同じなんだよということのあり方、
それから男と女も同じなんだよということの、また環境、ゴミはこういうように分別しなくちゃいけないよとか、タバコを吸ったら害だよとか、いわゆるそういうことをこの教育と保育を通じてやるのがプリスクールなんですよ。まあ、ここで一つ例を出してますけれど、その中の一つとして、今までのこれで一番大事なのは、大人が持っている規制概念をどうやって破るか、まず大人の意識改革をしなければ、この幼児教育はできない。だから大人をまずストックホルム大学なりウプサラ大学なり教育課程のあるところに1年間なり2年間なり、これ税金で放り込みます。そこで指導者を養成する。大人のまず大人が持っている男女差別を改革する。規制概念、これが私もこう何箇所こういうプリスクールに行きましたけど、当事者にあって一番大事か大変だったのはこの規制概念の打破。子どもの教育なんてその結果なんですよ。まず大人のこれをやるということ、それをやって、じゃあそういうところで規制概念、まあ、打破されたかどうかは別にして、ともかくその資格を持った人たちがこういうプリスクールのやる保育士なり、やる何々師という、まあ、インストラクターに先生になるわけですよね。そういう人たちが例えば女の子には青いコップを渡して、何も赤だけが女の子の特権じゃないのよ、男の子に青いコップを渡して、ああ赤いコップ渡して、赤いコップだって男の子が使うことあるのよ、まあ、そんなことをね、日常の生活の中を通じてこういうようにして教え込むわけですね。ですから今私が体験するのは、うちに泊まる若い者の中でベジタリアンが非常に増えてます。野菜しかっていうのは、彼らがもうこういうところ で野菜の方、野菜食べましょうねっていうのは何も健康だけじゃないんですね。さっき言いました、やっぱり肉を1キロ食うためにはどれだけの炭酸ガスを排出してるか、それの今アメリカのねやるコーンとかいろいろそういう穀物類が干ばつで少なくなって、これから値段が上がる。でもあれは牛が食うからですよね。だからそこまで考えなければいけない。肉を食べるという時にはその牛の餌のことまで考えて、やっぱりそういうことを分かりやすくこの子どもたちに教えるわけですよね。そうすると彼らは自然的に、ああ牛を食べるとやっぱり私たちの将来が、地球が危なくなっちゃうのね、じゃあ草を食べましょう、野菜を食べましょう、野菜はこの近くでできるからみたいなところになって、だからベジタリアン中学生なんかの方が多いですよね。大人の方が肉が大好き、タバコもそうだし、ゴミの分別もそうだし、みんなこういうところで教わってくる。政治意識もそうですしね、男女差別もしない、移民に対してもいじめちゃダメよみたいな、あれみたいなのもこういうこと、こういうところであれする。やっぱりこのプリスクールの持つ意味っていうのは非常に多い。だから社会システムを何か変えるというのは一朝一夕にはやっぱり難しいと思います。やっぱり30年なり50年なりのスパンを持ってじっくり教育を通じてやっていく、その成果というのがやっぱり北欧諸国にやっぱり豊かな国であり平等の国であり、そういうところに現れてきてるなというのが私の観察です。一朝一夕にできたことではないよ。だから私も今回、まあ、この百科事典を作るというか、このレクチャーもそうですけれど、やっぱり 3.11 があれだけ大きな災害が、また事故があって、何かそういうきっかけになるんではないかという期待をしました。ところが現実は全然また元に戻りつつある。ですからなおさら今のようなことをもっとじっくり、これは国づくりというのを考えていくいいチャンスではないかということで、今のお話を申し上げております。じゃあその、まあ、中学校とか高等学校、これはすっ飛ばしまして、この大学とか大学院のですね、このいわゆる高等教育、いわゆる企業を支える人材ですね、この大学、これが私は非常にスウェーデンでは大きいと思います。または国づくりでのベースであると思います。なぜかというと、日本にも大学があります。ありすぎるぐらいあります。スウェーデンが今新生大学を含めて約52ですね。日本の大学は今800に近く、不思議なことに少子化に伴って大学の数がどん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 増え続けてるんですね、日本というのは。なぜかというのはここでは申しません。でもそれだけ800ある国であり、ところが大学の役割というのがスウェーデンと日本とでは基本的に違うと思います。なぜかというと、スウェーデンの大学は古いです。古い、まあ、ウッサラ大学、これはボロニア大学が、イタリアのボロニアが一番ですけれど、
まあ、2番目に古いのがこのウプサラ大学、1477年ですね。それから日本で一番古い大学といわれる東京大学が1877年ですから、ちょうど400年の差がある。だから京都大学ができたのがそれから20年後ですね。ですからスウェーデンの大学と京都大学の歴史の差は420年ある。それだけ日本の大学は新しい、スウェーデンの大学が古い。でも古い新しいが問題ではなくて、そこが追ってきたいわゆる役割、これが基本的に違うというのは、スウェーデンの大学はその古さ、まあ、ウプサラ大学がそれだけ古いですし、ルンド大学、代表するルンド大学もそうです、ストックホルム大学もそうです、まあ、ストックホルム大学はほとんど東京大学と同じぐらいですか。ただそこでやっぱり学問の府として社会での中枢的な役割を負ってきたなというのがまず強調したいところです。と言いますのは、日本の大学というのは先ほど申しました一番最初で、日本の、あの社会の仕組み、スウェーデンの社会の仕組みで申しましたけれど、日本の社会の仕組みというのはいつでも外国から新しいもの、いいもの、素晴らしいものを取り入れることで成り立ってまいりました。これはある意味では日本の優れた素質であり、自慢していいあのビヘイビアだと思いますけれど、ですから、まあ、東京大学ができたのもそうです。これは1877年にできて、72年が明治維新ですから、まあ、西洋に早く追いつく、早く追いつくためにはそんな悠長なことは言ってらんない、まず技術を入れなければいけない、エンジニアリングですね、工学部、それから法体系を作らなければいけない、爆破制度の法律では近代国家はできない、憲法も作らなきゃいかん、なんて言ってやっぱり法学部を作りましたね。ですから東京大学の役割というのは法学部と工学部ですね、ともかくそのテクニック、スキルを学ぶこと。ところがやっぱりヨーロッパの大学、スウェーデンの大学というのはスキルの元になっているその真理、いわゆるトゥルースというか真理を学ぶこと、これがやっぱり学問の基本的な基本になっている。これがいろんなところに今でも生きていると思います。さっき原子力の話、原子炉の話をしました。スウェーデンの原子炉というのは自前ですよって、でもそれは緻密なあのいわゆる放射能の学問的なあのスタディがある。それからスウェーデンというのは日本では一時核融合の話をしましたね。この上で核融合をやろうと言ってるあの国っていうのは世界にそうないんです。スウェーデンなんかは最初からやろうとは思ってません。あの核分裂の方ですね。ところがスウェーデンは核融合では非常に世界をリードしてる、学問でリードしてるんですよ、物理でリードしてるんですね。ですからそういうやる学問の重さ、これあのスウェーデンの技術、例えばさっきベアリングという話をしました。 SKF という世界一のベアリングメーカーがあります。これはビンクビストという人があの発明したんですけど、この陰にそれを発達するためにはこの機械の技術、いわゆるそのベアリング、球体流体力学ですから、彼らはベアリングを機械とは捉えないですね。彼らはこれを流体力学の産物だとして捉えています。それから摩擦ですね、摩擦の力学の視点対象として私があれした写真の植物工場なんかもそうです。植物生理学が元になっている。スウェーデンのいろんな売り込みのものをあの見てあの扱ってますと、ああこれはこういう学問的なバックグラウンドがあるなっていうのをいつもかあの感じます。これは話し出せば長くなるんで、まあ、これは別の機会にあのしたいと思います。ともかくこの大学がその学問の府であり、そこが真理の探求になってきてると、この真理の探求になってきて、そういうことをバックグラウンドにしてね、スウェーデンの大学教育が成り立ち、またそこの、 あの学生のバックグラウンドをいわゆる培養し寛容し、でそれが大学院のいわゆる専門家としての、 あの素質を養ってるということを、やっぱり彼らの大学院の役割としてまず申し上げておきたいと思います。